皆さん、おはようございます。ダイヤの脈ボーイ、キネタケです。プロ野球、読売ジャイアンツのキャンプになった女子選手、エース、菅野が調整法を学ぶそうでございます。はい。ウォーミングアップをはじめ、打撃練習、いろいろあります。チーム創設の西武、阪神に続いて3球目、キャンプを行うのは初めてだそうです。はい。朝から夕方、ほんと大変です。男子選手が投げ終わった部分で、甲子園で、ドアンギ投手の千島のあゆりさんとか、キンマンキャッチャーが、投球練習を行ったそうでございます。メイチュウもなぜ巨人入らなかったんだろうね。はい。関東女子硬式野球部ビーナスリーグ参入を目指す予定でございます。はい。人口を増加している一方で女子野球はいろいろ経営面が難しく活動休止中、ほっとぎ続ける環境が必要ですね。はい。リーグも変えてほしいな。はい。というわけで以上でございます。バイバイ。